こんにちは、せいくんです。今日はですね、山のふもとの道路に来ております。ここはですね、いつも僕がカナヘビとかねなんか喉に詰まったトカゲとかを捕獲している場所なんですけども、なんで今日はここに来ているかというと、僕はね、今家でねカナヘビとトカゲを1匹ずつ飼ってるんですけど、そうね、旦那さんたちを見つけに来ました。どっちもね、今飼ってるのがメスなんですけど、まあどうせならね、旦那さんたちを飼って飼育、一緒に飼育して、それで来年のね、まあその6月ぐらいに繁殖させてあげれたらなと思っているので、今日は探していこうと思います。それではやっていこう。さあ、ということでトカゲを探すときはまあ毎回恒例にはなっていますが、今の時間は10時です。で、このね、日当たりの良くて日陰もあるこの道路に来ております。やっぱね、トカゲっていうのはね、日向ぼっこをして体を温めてから活動したりとか、食事をした後にね、体を温めて消化のね、消化の活性っていうのは、なんていうの、体のね、活性を良くしてからっていう風にする生き物なので、変温動物なんでね、自分で体温を変えることができないんですよ。そういう生物なので、こういう風にね、外気温にね左右される生き物なので、外気温が暖かくなれば活動ができる、外気温が下がれば活動ができない、だから冬は冬眠するって感じなんですよ。で、今日はね、暖かい日なのでいるかなと思います。え、超ちっちゃいカナヘビがいる。超ちっちゃい。チビ。お、めっちゃちっちゃ。赤ちゃんじゃん。最近羽化したんじゃないかな。ねえ、カナヘビがいたんだけど、待ってね、ここ尻尾だけあるの分かる？この茶色い、これ尻尾があんの。絶対取れないんだけど、そんなの。まあオスだったら持って帰りたくて、メスだったら逃がすんだけど、いや、さすがに逃げられるな。俺に気づく速度が速すぎんだな、相手。ちょっとカメラ置くね、ごめん。見事に逃げられました。まさか、この葉っぱの上にいるとは思わんくね？ねえ、マジ？いや、いるかもなーと思ってチラッと見たら、たまたまそこにいて、あっと思って目が合った瞬間逃げられたよね。やばいやばいやばい。あのさ、バイクで移動しようとしたけどさ、急すぎて動画撮れんかったっすけど、見て。これ何の子供？ヘビなんだよね。ヘビなのはわかるの、俺も。え、何のヘビだろう。ちっちゃ。すごくない？ヘビ捕まえた。むっちゃヘビやし、しかも。え、これ何？模様がさ、え、なんか模様おかしくない？本当にこれ日本在来のヘビ？え、模様やばくない？ヤマカガシこんな模様じゃないの知ってるし、え、何この模様、ガチで。でもできればさ、毒蛇かもしれないからさ、あんま手なんか突っ込みたくはないんだけど、まあ、これに入れて観察をしようと思います。めちゃくちゃ尻尾振ってる。嬉しいんかな？いやいや、犬じゃないんだから。いや、怖いな、マジで。待ってね。ちょっとカメラ。一応カメラの前でやりたいよね。あ、待って。いや、怖いなぁ。
まあマムシだろうが何だろうが分からんけど、まあ、でもこれ日本在来のヘビじゃない気がするんだよね、見た目が。入った入った。これなんていうヘビ？いや頭がさ逆三角形とかではないんだけど、この柄がさやばくない？え、なんていうヘビ？これマムシ？普通に。いや俺マムシを人生でまだ一回も見たことがないから、本当に綺麗なマムシっていうの？いやなおさらこの子供のヘビとかになるとなおさら見たことないから、本当になんていうヘビかわかんない。いや飼育する気はなおさらないんだけど、ヘビなんかね怖いから。なんならこれ毒ヘビだったらマジで怖いし。でもこの辺ね、この辺の模様を見る感じだとすごいシマヘビみたいな模様はしてるんだけど、このさ迷彩柄みたいになってるじゃん、この模様がマジ何かわかんないの。え、マジ何このヘビ？え、何このヘビ？怖いんだけど。でもヘビって可愛いよね、すごい愛着湧いてきた。やめろいや飼育する気はなおさらマジないよ、ないけど。いやなんだろうこのヘビ、マムシかな。え、でも俺テレビとかでマムシ見たことがないわけじゃないけど、こんなんだったっけマムシって。こんな感じのヘビなんですけど、え、本当に日本在来のヘビかな、見たことない。いや俺が知ってる日本在来のヘビが4種類ぐらいしかいないから、まあちょっと俺がね言うのも当てにならないけど、シマヘビ、アオダイショウ、ヤマカガシ、マムシとかぐらいしか知らないんだけど、うん、なんかそのコブラとかって別に日本じゃないじゃん。まあこれはコブラと言ってるわけないよ、そんなバカじゃないから。俺はコブラの見た目ぐらいは知ってるけど、でもすごいなんかシマヘビにしてはさ綺麗な模様してるし、不思議なんだよね、なんだろう。え、待って、入った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 来た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 、うーわ、ね、見て見て見て、超真っ黒なんだけど、アオダイショウでしょこれ、やばくない？やばくない？え、やばくない？やばさ伝わる？このやばさ、超真っ黒なんだけど、ほら、やばくない？え、いや伝わるかな？いやマジ、え、ちょやばいって、バリ真っ黒なんだよこれ、いって、口に手が当たっちゃった、やばい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 、バリ真っ黒、ほら裏面まで全然青くない、青大将っていうより黒大将なんだけど、やば、めっちゃ絡みついてくる、何？かわいい顔、うわ、いや、すごいな、いや、まあ俺今日トカゲを取りに来たんだけどね、うん、なんかさっきからさ、ずっとさ、なんかヘビばっかりなんだけど、なんで？トカゲなんだけど、俺が取りに来たの今日、やばー、街で真っ黒、飼いたい、お家で飼いたいよお前を。でもねちょっとヘビはさすがにね、あ、ちょっとなんかね怖いよね、うん、ね、可愛いけどね、こうやって外でお触りすることしか僕にはできない。あ、おーバカ、口が開いとる、口が開いとる、閉じとけ閉じとけ、口が開きよ、口が開きよ、閉じとけ閉じとけ、危ならしい。危ならしい。危なっかしい。いや、すごいね。こんな真っ黒な青大将初めて見た。青大将って本当に青っぽいから青大将って言うんだけどね。これなんか臭いらしいやん。
いや臭くない。なんかすごいな本当に。こんな、なんかヘビってかっこよくない？俺ヘビってかっこよくて好きなんだけど。ヘビとさ、カナヘビとかって顔が似てるんだけど、かなり。いや、本当に。このヘビに足が生えたのがトカゲって感じ、カナヘビって感じなんだけどね、個人的に。まあ違うんだけどね。でね、違うんだけど、まあイメージ的には。ヘビも飼育したいな。かっこいい。だってこんな、このヘビは飼育したいって思う。だって見てよ、かっこいいじゃん、超。見てか、超かっこいい。トカゲにはさ、カナヘビとかトカゲにはこんな風に個体によって色が違うみたいな。多少あるよ。多少はね。でも青大将って見てよ。この色よ。この真っ黒具合よ。やばいやろ。やっぱさ、黒ってかっこいいやん。いや、これなんかさ、なんだっけ。アルビノの逆じゃなかった、だったりしないよね。なんかないか。まあ青大将なだけでしょうね、普通に。うん。まあ、俺は顔を見て青大将かどうかは判断することはできないんだけど。ああ、危ない。顔の前に指持ってたら口開かれそうだった。まあ逃がしてあげますか。うん。あんまりね、こうやって握っててもかわいそうなんでね。でも超かっこいい。マジで。もうちょっと触らせて。じゃあもうちょっと触らせてくれよ。マジでヘビ飼いたいな。かっこいいな。本当に。超かっこいい。マジで暗黒のヘビって感じ。暗黒竜。ダセー。やべー、中二病がダセー。中二病がすげーダセー。うわー、もうかっこいい。いや、ヘビってさ、やっぱかっこいいよね。この、てか、こいつがかっこいいだけだと思うんだけどね。色合いすごくない？ほら。うわ、もう色合いがかっこいいんだわ。かわいい、そして。お利口さんやな、っていうか、あんま暴れんで。まあ、短いからね、まだ。ヘビ自体の、その、体長がね。これ長くなってくるとね、もう人間の腕でさえ締めてくるからね。危ないんだけど。あ、やべ。ちょ、聞いてよ。今さ、ヘビ逃がしたっちゃけど。おい、逃がすシーン取れてねえじゃねえか。もうふざけんな、マジで。カナヘビは？もうカナヘビは？本当に。